皆さん、こんにちは。ウェイユーが世間を見るへようこそ。今日はアメリカ東部時間2022年4月21日木曜日です。最近、上海は食べ物がないほど混乱しています。中国の情報制限が厳しいにもかかわらず、ネット上での曝露情報は止まりません。今では中国でロックダウンに関する情報流出が一番多いのは上海です。上海人は あらゆる状況を見てきたので、尻込みはしないとの声もあります。さすが中国トップの都市ですね。上海では、封鎖期間中に行われた抗議デモが最も多かったのです。ネット上で、救済要請の書き込みをしたり、団地に横断幕を掲げたりする以外に、集団で PCR 検査を拒否する住民もいました。その主な理由は、頻繁に PCR 検査をしているにもかかわらず、 感染者が増え続けていることです住民たちは pcr 検査を頻繁に受けることが感染のリスクを増やしていると考えていますまた地域のボランティアの貿易スタッフが辞めたり居民委員会のスタッフが寝そべりしたりするなど様々な抗議行動がありましたこれらの抗議行動は政治的な内紛によるものと住民が自主的に行ったものがあり混乱しています 最近、殿下静音というコロナ対策の漢方薬が標的にされています。不思議なことに殿下静音を進めていた小南山氏は論文を発表し、有効な西洋医学薬の開発を急ぐべきだと主張していますが、殿下静音については一言も触れていないのです。殿下静音を進めていた彼はどうしたのでしょうか。今日はコロナ対策の漢方薬である。 廉価静音をめぐる政治的内紛、特に湘南山氏の選択についてお話ししたいと思います。最近、WeChat に、私は食品宅配の運転手をしてから上海での野菜配達はどこが難しいのか実感したというタイトルの文章が掲載されました。文章には下記のように書かれていました。4月5日の配達車両のスケジュールを見ると、 急な休暇などに対して人員を補充した後、最終的に6台の車両が残り、感染者の送迎に2台、物資を配達するために2台、廉価静音の配達は必ず2台を指定するようにと命じられた。配達運転手のボランティアに参加しなければ、貴重な輸送車両の6台のうち、3分の1も廉価静音の配達に取られるとは誰も知らなかっただろう。 ですから、多くのネットユーザーから、なぜ食料が不足しているのに、貿易部門からの廉価カ性音だけが唯一足りているのか、これからはこの漢方薬だけを飲んで、お腹をいっぱいにするしかないのか、という疑問の声がありました。上海在住のある医師からも、下記のような質問が投稿されました。私たちは健康な人間なのに、薬を飲ませるとは、どういうことですか 廉価静星音がコロナ感染を治せるなら、上海を封鎖しなくても、みんなで薬を飲めば済む話だ。私が聞きたいのは、誰がその費用を負担しているのか。国庫なのか、背後には何か裏があるのか。生活必需品は入らないのになぜ廉価静星音の物流はこんなにスムーズに流通し、継続的に配達されているのか。廉価静星音が突然注目されるのは、 偶然ではありません。4月13日に中国の新世代の富豪でワンダグループの取締役の王思想氏が WHO が廉価カ性音を推奨している誰がそんなことを言ったのというウェイボーを転載しました。また、証券先物取引委員会は異例制約を厳しく感謝すべきとコメントしました。王思想氏がこのウェイボーを投稿した後、 どれほどのインパクトがあったのでしょうか。ネットユーザーが連価性音に注目し始めたこと以外に、異例制約の株の市場価格は7日間の取引で230億元以上上発し、株価は30%以上下落しました。なぜ王子のウェイボーの投稿がこんなに大きな波紋を呼ぶ影響力を持っているのでしょうか。王子は個人富豪ランキングで中国一の富豪である。 王健林氏の息子です。投資に長けた両親を持つだけでなく、家族の資本と人脈により、4000万人超えのウェイボーフォロワーを持つ存在で、若手富豪に影響力を持つ人物です。しかし、4月19日、ウェイボーへのある投稿を理由に、王思想氏のアカウントは凍結されました。この投稿は、毎朝の PCR 検査は、陽性や陰性の検査ではなく、 あなたの卑屈さや血気盛んさを検査している。今日からもう PCR 検査に行かないようにしようという内容でした。関係者によると、王氏は上海に閉じ込められています。この投稿内容から少なくとも王氏は習近平氏のゼロコロナ政策に反対していることが見て取れます。そして王氏が廉価声音と異例制約に対してウェイボーを投稿したのは突然の思いつきではなく、 その背後は実に多くの黒幕が潜んでいるのです。王子が異例製薬に対してウェイボーに再投稿したのは4月13日でした。4月16日になると専門的な医療関係のアカウントを持つ長考医師が先ほどお話ししたレンカ性音の輸送の3分の1を占めるという問題を再転載し、さらにコロナ感染を防ぐにはレンカ性音を飲まないで。 という長文も投稿しました。健康な住民に、廉価性音を配る必要はなく、コロナの予防になるという根拠もなく、健康な人が飲んだら副作用があるとのことでした。王思想氏の見解も、長江医師の見解も、どちらも正しいと思います。ロックダウンされている人たちが最も必要なのは、薬ではなく、食料だと私もそう思っています。 病気でもないのに、誰がそんな薬を飲むのでしょうか電化性音の貿易効果があったかどうかは別として、薬が各家庭に配られ、結局それが無駄になり、企業が潤い、人的資源が奪われることになります。しかし、これらの正しい議論の背後には、見た目以上の深い問題があります。異例製薬は2011年7月に上場し、主な事業は特許を取得した、 革新的な漢方薬の研究開発、製造、販売です。新型コロナ発生以降、電化性温で同社の株価は2020年以降3倍以上まで上がり、純利益は2020年に2倍になるなど、株価、業績ともに大きく伸びています。大志宗氏と長江医師に疑惑をかけられた後、異例製薬の株価は下落しただけでなく、 資金が連日流出しました。また、民衆に向けていくつかの疑問を説明しなければなりません。4月20日午後、異例製薬はメディアに公開説明会を開き、廉価性音の臨床研究、副作用及び近畿症などの5大問題について説明しました。また、4月18日には、特に WHO が廉価性音を推奨していることに関して、 そんなことは言っていないという意味の回答が書面でなされました。なぜ誤解があったかというと、WHO が2月に漢方薬による新型コロナウイルス治療を評価する会議をオンラインで開き、中国側の専門家が植物医学誌に発表した論文を紹介しました。この論文の著者は19人ですが、湘南山氏が主催した研究プロジェクトで臨床試験も独自で行いました。 これが湘南山氏が電化声音を進める土台となったのです。しかし、不思議なことに、今回は湘南山氏が表舞台に出てきませんでした。説明会はすべて異例制約が行いました。何かがおかしいですね。さらに不思議なことに、4月6日、湘南山氏と彼の教え子の菅伊傑氏は国家科学評論雑誌に中国の新型コロナ時代における 再開放の戦略についてという社説を共同執筆しました。この記事ではこのように書かれています。コロナの予防と管理を継続的かつ効果的に行うためにゼロコロナ政策が採用されている。しかし中国は社会経済の発展を正常化し世界的な再開放に適応するために国を封じ込めるのではなく再開放をしなければならない。また、 長期的にゼロコロナ政策を続けることはできないと言及しており、中国がどのように秩序正しく効果的に経済を再開するかについて、いくつかの提案が出されています。その中の一つは、できるだけ早く中国のワクチン接種率を高めることを提案し、しかも3回目の接種はファイザーワクチンによる予防効果がとても良く、前の2回が シノバックバイオテック製ワクチンであれば、3回目はファイザーによる予防効果も良いと述べています。このようにファイザーのワクチンを推奨しているように見えます。そして第2の提案は、特殊効果化学薬品、つまり西洋医学の開発を加速させることであり、パキロビッドとモルヌピラビルについて重点的に言及しています。この2つの薬はそれぞれ アメリカのファイザーとメルクの2社からのものです。ここでも電化性音については全く言及していません。皆さんは今回の謎にお気づきでしょうか湘南山氏は今回は漢方薬を進めませんでしたが代わりにアメリカの薬を進めています。これは重大なシグナルでどういうことでしょうか湘南山氏が中国の秩序ある再開を提案し、 アメリカのワクチンとアメリカの医薬品を推奨しています。これは、周氏の方針とは正反対です。湘南山氏は周氏の衰退を見て裏切ったのでしょうか。パンデミックを通して周氏と反周派の特権階級の内部構想が垣間見えます。湘南山氏も情勢を伺い、結果として、連鎖静音を離れ、新米反周派陣営に入ったものとみられます。 最近、インターネット上でも、二つの派閥のご毛党が互いに対抗し、様々な情報を暴露するようになりました。宗派のネット水軍も、反宗派の利権に関するインサイダー情報を流しています。一人のネットユーザーは、王思想氏の後ろ盾である、大連、ワンダグループとファイザーとのつながりについて、オンライン記事を掲載しました。王思想氏は、 ファイザーに有利な道を開くために、レンカ性音を批判し、西洋製薬関連の利益団体、長江医師は、ファイザーのために障害を一掃していると指摘しました。中共上海市委員会の機関紙、解放日報も4月11日、上海市民に病気でもないのに薬を飲んではいけない。レンカ性音は新しい予防薬ではない。 警告する記事を掲載しました。反宗派の大プロパガンダ、オブザーバーネットワークも連鎖性音を批判しています。こうしてみると、この問題は、医薬利益集団間の闘争の結果であり、習近平氏と反宗派間の対決でもあります。金屈というネットユーザーの情報によると、4月16日、上海医薬集団はファイザーと提携し、 特効薬パキロビットを販売します。上海への供給を確保するために、すでに2万箱の輸入をしました。つまり、ファイザーの新薬はすでに上海にあり、あとは市場を切り開くためのプロモーションが必要なだけなのです。実は2月の時点で国家薬品監督管理局はすでにファイザーの新薬パキロビットの中国への輸入登録を承認していました。 アメリカのアナリストによると、ファイザーの新薬は今年の売上高が予想を大きく下回り、当初予定していたアメリカ市場19億アメリカドルから6億3000万アメリカドル、アメリカ国外14億アメリカドルから3億5000万アメリカドルしか見込めないそうです。そこでこの流れを救うために中国市場への参入が急務となっているのです。 このパンデミックの2年間は特に西洋薬の場合、市薬業界の収益は大きく減少しました。上海の薬局でも各家庭に配られたレン性製音以外はあらゆる風邪薬、インフルエンザ薬、解熱剤、抗生物質などの販売が禁止されていました。したがってファイザーが西洋薬として中国市場に参入したのは実は新しい収益源を開拓し、 多くのの西洋薬メーカーカに方針転換をもたたらしたのです。ワンダグループはとっくに不動産ポートフォリオを弱体化させ健康産業や西洋製薬産業に参入しました2019年6月ワンダグループはピッツバーグ大学医療センターと四川省生徒に167ムーンの土地でハイエンド病院を建設する移行書を締結しました 今年この病院は営業を始めるそうです。ところで、ダボス経済フォーラムをご存知ですかある陰謀論によると、ダボス経済フォーラムに参加できる人は皆、えりすぐられたグローバリストで、各国のエージェントを探す会議です。王健林氏は、このダボス会議に出席してから、健康、医療産業に注目し始めたのです。そのため、彼の息子の王思想氏が、 電化性音を砲撃したのは、ワンダの西洋薬産業への道を開く目的で、異例製薬の株を空売りしようとしたと思われます。実は、ワンダの株を持っているファイザーのために道を切り開いたのです。超高医師もバックグラウンドの複雑な西洋医学の組織で漢方薬が効かないという諸説を唱えています。超高医師の有志背景も非常に不思議です。 2010年、超高円は、超高医師の別名で、アメリカの DCM から200万アメリカドルの投資を受けました。2012年、第2回目の融資は、順位資本のを受け、規模は1000万アメリカドル。第3回目の融資は、テンセントのものを受け、規模は7000万アメリカドルになりました。また、2018年に行われた、最も謎めいた第4回の融資は、 投資家不明で、投資額は1億アメリカドルでした。出資者は謎ですが、超高医師の2月のウェイボーの投稿によると、火山病院はファイザーの新薬、パキロビッドの臨床薬物試験に登録しました。つまり、超高医師の背後にある病院が何度かファイザーと関わってきたのです。超高医師が電化性音を攻撃したのも、ファイザーを宣伝するためなのです。 コメント欄では、宗派軍団と反宗派軍団が盛り上がっていましたね。ファイザーは、一箱2300元、約4万5000円もします。まさに国の危機に乗じて大儲けします。電化性音は、安くて、国と国民に対して有益になります。そして、反宗派軍団たちは、電化性音は役に立たない、健康を害するだけだと非難しました。 ファイザーの新薬と廉価性音のどちらが優れているか、ここで議論するつもりはありません。その背後にある利害関係についてだけ話します。湘南山氏もファイザーの背後にある新米、藩州勢力に買収されたように見えます。王思想氏が収支のゼロコロナ政策に反対する文を出したのも、彼は藩州陣営に属しているからです。もし、廉価性音が 上海貿易の一戦から撤退し、ファイザーに置き換わったとすれば、基本的に今回の内部構想は、反周波が優位に立ったと判断してよいでしょう。もし、連化性音の背後が十分に強く、周氏がしっかりと権力を握っているのであれば、おそらく、ファイザーは優位に立つことはできないでしょう。最後にどうなるか、これからはこの問題から目を離せません。 では、今日はここまでにします。ウェイユーが世間を見る。またお会いしましょう。曾经有一个人与你的善 感应，请打开你的心门，让它落地生根。人海中的那个人，等你红尘里的转身。风尘仆仆，而且显得有点笨。这一次，我真的相信。 被你改写了剧本，温暖的眼神原谅我对爱没天分。这一次我真的相信了，是被。 陌生人，继续前行，不必问。这世界还有余温，多少的人还在等。最深爱的人，何苦执着这戏份？